ママやばくない？私だったらマジぶっ飛ばしてると思うよ。欲しい。綺麗に外に出したんで。ねえ、だってこれからお米めっちゃお金かかる時期じゃない。それ言われた。本当だよ。もうもっとかかるよ。私中学生になったらやばいよ。もっとかかるよ。それ言われた。やめて。養育費じゃ、教育費じゃなくて養育費になっちゃうよ今度。離婚されちゃうよ。大丈夫？平気？ちょっと説教になってきて。いや、だってさ、この金額あったら中学校3年間私立通わせれるから。そうだね。留学行けるよ途中。まあな。どうすんの？説教。説教どうすんの？ちょっと待って、ちょっと説教になってる。あのガリ一郎にならないとちょっとこれダメから。そうですね。まずガリで、そうですね。あのね、私ねこの間ゆうちゃんの YouTube 過去をずっと見てたの。はい、あのね2年前ぐらい超かっこいい。どうした今デブ一郎。どうした体験違うぞ。ちょっともう一回ちょっと絞ってさ、はい、心入れ直してから買いなよ、はい、じゃあ熱ダイエットもできないじゃないですか。まあ一応、はい、僕はデブでそうだよ2年前を思い起こしてめっちゃかっこいいよ。すいません、あの頃ゆうちゃんどうしたデブ一郎。やめなさいそれ。わかりました、ありがとうございます。じゃあでも、はい、あれよ、味見はさせてもらえるの、はい、これいつもリバーソースさんにお世話になってますね。うわこれはいつも見ているよ。どうしたのこれ。あ、じゃあ何あの、はい、CBR400F は、はい、ちょっとお借りして、ちょっとお借りしてその間、はい、この、はい、カスタムした BM ちゃんは、はい、展示してくれる。展示します。これ世田谷ベーススペシャルカスタムじゃないですか。そうです、はい、うわーこれは素晴らしい車両。これをですね、写真撮っていいんですか。はい、来た方ははい、もうどうぞ。じゃあ皆さん、いや、トモメさんにやっぱ奥さんと同じこと言われちゃったから本当油汗出てきたね。もう教育費はかかるんだよ、これから。これから金かかるんだぞって。めっちゃかかるから。怖いわ、そのとおり。だっていや、もう分かりました。もう本当に恐ろしいのよ。私立で大学まで卒業して、もしそれで医者になんかなりたいなんて6年行ったら何千万だから。そうですね。いや、本当、まあでも夢のないことをやめましょう。夢があるんだから。まあ、CBR には。だから男は嫌だ。いやいや、夢がある。自分の趣味ばっかりで、子供と夢があるよ、これは。奥さんのことか。奥さんに何か働いてる、ちゃんと。そう、10年目で、買おうかなと思って、いや、貯めてたんですよ、うん、大丈夫だって今言われて、まあ、でも貯めてます、本当？はい。なんだよ、月々貯めてるって。じゃあ、とにかく、CBR、はい、ちょっとレースライド、こっち、ここはじゃあ、展示で OK で。もう、危なさ、はい、皆さんね、みんなやっぱ、奥さんは言うこと一緒なんだよ。一緒だ。一緒。じゃあ、レースライドだけいいですか、一緒。そうだね、はい。じゃあそれでは CBR400F をレッツライド。Oh.
あの登場しますんで、ちょっとグワってくるよ。待ってて、待ってて。楽しみにしてます。どのバイク。